どうもみなさん、こんにちは、デムです。セブンデイズ・トゥー・ダイ・ウィンター・プロジェクト前回にやっていきたいと思います。えー、そんなわけで、デイ30の2時7分ということで、前回ね、えー、フェラル・ホード、えー、乗り切って、まあ、拠点がね、えー、壊されてしまったという回だったんですけども、ーえー、前回の収録終わりまして、撮影外ね、 え、ひたすら探索しまして、こちらでてーん、サマラモーガン DVD。え、ついにね、ちょっと見つけることができましたので、うん。これをちょっとね、DVD プレイヤーで見て、え、一体何が起きるのかうん。で、そのサマラモーガンの呪いを解く手順っていうのがあるみたいなんで、それをちょっとこう、ま、手順を踏んで、 まあ今回ね、パート1で、えー、呪い解けるかどうかわかんないですけども、ちょっとやっていきたいなということで、じゃあ早速、DVD プレイヤーに入れようか。スイッチオンえはあぶね。えはっねえ,えはっああ、見たことあるやつ。リングだね。 わう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 わえあ、なにおー、あ、もうこれ完全に映画と全く同じなのかなちょっと映画見たことないかもしれないから、ちょっとね、定かではないんだけど、完全に映画と同じ映像流れてる、これもしかして。<laughs> わう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 わ。 映画の、まあ、全く同じ映像なんでしょうね、これ。緯があるけど。あ。あ、ここで終わりなんだ。ほう。最後、井戸がね、映し出されて終わりましたね。あの井戸が、一応ヒントになってるってことかなうん。えー、そんで DVD を見た瞬間に左下のね、呪いマークが一個増えたんだけど、それはどういう意味あ。あ、なんだこれ。 サマラモーガン 6H。6時間ってことかなえ、これサマラモーガンの呪いとサマラモーガンはまた別なのかなさあ、こっからはね、ちょっと視聴者の方にいただいたコメントをね、えー、元にちょっと手順を踏んでいきたいんですけど、えー、サマラモーガンの DVD を見た後に、えー、っと、トレーダーのところに行って話を聞かなければいけないと。 いうことみたいなんで、ちょっとトレーダーのとこ向かおうか。夜、<laughs> 夜中だけど、やってるかなさあ、トレーダーさんのとこやってきましたけど、ここで、えー、おそらくこれだよね。この、この間不可解な出来事がありました。これあ来た変なビデオを再生して見てしまいました。これだこれ、ビデオ、どんなビデオでしたか変な光る輪っかが見えました。 サマラ・モーガンのビデオを見たようだね。<laughs> これ、この人何過去に経験してんのそのサマラ・モーガンの呪い。えー、サマラ・モーガンハテナ。えー、彼女はリチャードとアンナ・モーガンに養子としてもらわれました。ほう。養子にもらわれた後不可解なことが彼らや彼らの農場に起こるようになり、えー、サマラが原因だと思われたようですう。教えてくれてありがとうございます。えー、止める方法、教えてください。 えー、サマラは日記を書いていたようです。サマラが行方不明になり、アンナが自殺した後、リチャードが日記を処分しようとしたらしいのですが、えー、処分することができなかったのか、ほう、代わりにどこかに隠したという話を聞いた。なるほど、サマラ・モーガンが書いた、えー、日記があると、探してみます。えー、数ヶ月前に不審なサバイバーがここを訪れました。ほう、ストレージのことで何か叫んでいました。燃えすことのことん燃えすことってなんだろう とりあえずその日記があるらしいんで、えー、そいつ探しに行けと。お、チャレンジ開始、サマラの日記を見つける。やってきましたね。さあ、この辺りですね。うん、この辺だ。で、スキルを取ったおかげで、だいぶ範囲が狭まってるんで、ま、すぐ見つけられるかな、多分。お、これじゃねあ、 サマラの箱を調べる。ありましたね。あ、これだ。サマラモーガの日記。よし、ゲッチュ。あね、これでこの使用するを押しちゃうと、アイテム消えちゃうから。<laughs> あれあ、これ使用するでいいのかなサマラの日記を見つける。うーんと、とりあえずこれでクエストは終わったみたいなんでどうしよう、もう一回トレーダーのとこ戻ろうかな。 さあ、戻って参りましたと。よし、お日記を持っています、サマラモーガン。なんかいろいろ増えてる。<laughs> このサマラモーガンって押してみる。いや、とりあえず日記を持っていますか。日記を持っています。ありがとう、見せていただけますか。さあ。最初の方は落書きや殴り書きが多くよく読めませんが、途中で突然綺麗な文字になっています。ほう。なぜこんなことを彼女自身が知っていたのでしょう アンナとリチャード・モーガンのことは何て書いてありますか彼女は大変アンナのことを愛していたようです。そしてアンナも本当にサマラを可愛がっていました。リチャードのことはあまり書いていませんね。リチャードと馬たちの絵の周りにハートが書いてあるので彼らのことも愛していたのかもしれないと。馬。ほう、なんかそういえばクエストアイテムにね、なんか馬のなんかあったけど、リチャードについて他に、サマラより馬を愛している。<laughs> えー、リチャードは全ての不快な、えー、出来事を彼女のせいいにしていたとなるほど。サマラとリチャードの仲はあまり良くなかった。不快な出来事って短期間で36頭の馬が亡くなったと新聞には書いてある。36頭、えー。馬たちは水の中に自ら進んで入り溺れ死んだようです。ほう。なるほど。まあ、こうやって馬がね、なんか変な動きをしてしまったのもサマラのせいだっていう風に言ったんだね、そのリチャードは。 さあ、そんじゃ次こちら。サマラモーガン選択肢選んでみよう。サマラについてもっと話しましょう。過去の新聞をさって情報をかき集めておきました。やるなありがたいなさあ、日記。えー、あ、これさっき読んだ、ん絵か。じゃこれかサマラの日記にいくつかの絵が書いてあります。ナヤの絵と教会の消灯でしょうか。こんな場所は燃えすことにはありません。彼女が過去に見たことがある場所かもしれませんね。何をするべきですか これらと同じ絵か写真を探してみてください。さあ、来ましたね。絵を探せと。これがクエストアイテムになってくると。サマラの思い出。えー、サマラの持ち物はあまり多くなかったようです。えー、っと、何をすればいいのか。ヘアブラシとシンプルなワンピース。なるほど。これもクエストアイテム。次、馬。彼女は馬に興味を示していたようですが、好きだったのか嫌いだったのかはわからないと。何をすればいいか。 好意をを持っていたたのかかかかりまませせんんが馬に関係するアイテムを見かけませんでしたかなるほど。そんなもん探している暇はありません。この選択肢ひどいな。うん、とりあえず探してみよう。うん、彼女が馬に対してどういう感情をいただいていたのかはっきりとわからないので、ということで、まあ、これもクエストアイテムを集めてこいと、いうことで、 特にこう、あれだね、チャレンジが進んだりとかはしないんだ。ちょっと一回家に戻って、クエストアイテムね、何個かあるんで、まあ、全部は多分、揃ってないと思うけど、うん。四つぐらい確かあるんで、それを持ってきてみようか。さあこちらの三つ、不思議な馬、古い写真、えー、古い絵はがき。この三つしか今んとこないんだよね。で、なんか古いワンピースだっけそういうのも、 必要みたいなんですけどうしよう探しに行こうか、まあ、簡単にはちょっとね見つかんないと思うけどさあ今ですねちょっと持ってるアイテム全部使ってみたらこちらね、えー、シェルター山の宿、えー、なんか新しい選択肢出てきたけどもこれなんだシェルター山の宿馬ありますね、えー、彼女が最後に目撃されたのは彼らがシェルター山の宿へと旅行に行った時です ほう。あ、一応なんだろう、こう、旅行には連れて行ってもらったってこと <laughs> なのかな、うん、一応毛嫌いというか嫌われていたのかもしれないけど、旅行には一応連れて行ってもらえたってことなのかなえー、シェルター山の宿屋を探索という、えー、クエスト出てきました。マップ見てみると、えー、っと、どこだろうお来ました サマラの井戸を調べる。なにこれなにこれ井戸出てきたんだけど。これか。調べる。おえサマラモーガンの死体。来たよなんか透明だけど。えどういうことどういうことちょっと待って。さあ、そんなわけで戻って参りました。どうなるサマラモーガン。おえー、っと。 あれあ、特に死体を持ってきたからといって何が起きるわけでもない。サマラモーガンの死体。置けるのかなこれ。ブロックとして。うーわ。<laughs> うーわこ。ここに、ここにこう。ここにこう。ここにこう置くみたいな。無理か。お、サマラの遺体。選択肢を得てる。サマラの遺体。見つけましたね。彼女はずっとずっと井戸の中にいたのですね。 は私が彼女の霊を沈めましょう。できんの <laughs> ビデオで見た輪っかは井戸の蓋が閉じられる時に彼女が見た風景だったのですね。なるほどね。それがリングなんだ。まだ呪いは解けていないようです。彼女が愛していたものや嫌っていたものを処分すれば未練がなくなり成仏できると思います。思いましたけど、そうではなかった。おう。どうするうーん。 ビデオが鍵なのかもしれません。なるほど。どういう意味ですか、ビデオが鍵って。彼女の目的はそれです。より多くの人にビデオを見てほしいに違いありません。ほう。彼女の物語を彼女目線で伝えたい。ビデオをコピーしなければなりません。どうやってここにちょうど壊れたデュプリケーターがあります。メカニカルパーツを集めてきてくれたら直せるかもしれません。おおこれでクエスト進んだのかな さあ、メカニカルパーツ30個ぐらい持ってきました。これだ。スペアパーツを持ってきました。それですぐに直そうとしてみます。さあ、待つ。お、直りました。早っ。<laughs> DVD は持っていますかすぐにコピーを作ります。えー、っと、今持ってないんで、えー、もし二度と会えなかったら、えー、あなたと会えて嬉しかった。あなたがこんな目に遭ってしまったことを残念に思います。ちょっと待って。早い、早い、まだ諦めるの。ちょっと待って。とりあえず家にあるんで、持ってこようか。さあ、持って、 てまいりました dvd を持ってきましたさあありがとうそれではコピーを取りますね私のためにここまでしてくれてありがとう、えー、いえいえひどみになってしまいましたね。dvd はコピー dvd のコピーは私の知り合いに送っておきました <laughs> 誰に送ったのですか、えー、そこはあまり詳しく話さないでおきましょう <laughs> えー、ちょっと待って私たちは誰かを殺してしまったのでしょうか家やったのはサマラですもう忘れましょう <laughs> えー、ということで。あ、なんだこれ。無限ループ。会話が無限ループに入ったけど。あ左下の呪い消えてるぞ。おなにこれこれなに <laughs> これななんとかなんとかってなってるけど。左下の呪い消えてますね。おおー、これでじゃあサマラモーガンの呪い系のクエストは完了なんだ。なるほどね。 えー、そのわけでとりあえずね、ウィンタープロジェクトの、えー、まあ、目標の一つであったサマラモーガの呪いを解く、えー、今回でクリアすることができましたということで、えー、次回あたりはまあまた新しい迎撃、えー、拠点とかもね、作っていけたらということで、えー、ここまでにしたいなと思いますご視聴ありがとうございました次回の動画もお願いします